はい、はい、よろしいでしょうか。こんな感じで、国立遺伝学研究所で、DDBJ という日本 DNA データバンクというものを担当しております中村康和と申します。まず初っ端の2つの枠でですね、 OS とかハード構成、ネットワーク基礎というところを担当させていただきます。で、私の講義資料はですね、東大のこのカリキュラムの、ページからダウンロードできます。で、紙で配ってるものと同じなんですけれども、ここのところが青線でいわゆるリンクみたいな顔しているところは全部リンクになっていますので、 PDF で落としていただいて、で、そこから、ウィキペディアの説明みたいなところにいっぱい飛んでるんですけれども、そういうところを、ご覧になりながら、聞いていただくとよろしいのかなと思いますので、もしPDF で講義資料を落としてない方がいらっしゃったら、今ちょっと落としてみて、ください。で、そのことをやってるうちにネットワークが切れたみたいな方は遠慮なく手を挙げていただければと思います。で、今や膨大なゲノム情報が入手可能になってまして、これはゲノムズオンラインゴールドというページなんですけれども、ここでプロジェクトを見てみますと、コンプリートプロジェクト、完全にゲノムが決まってますよっていうものが、微生物中心なんですけれども、6576生物種もありまして、で、オーガニズム生物種で言いますと、51267にも及ぶですね、ゲノムであるとかトランスクリプトームであるとかの、プロジェクトが世の中に走ってます。で、今までマイナーな生物種で研究してましたよという方もですね、自分の扱っている生物種、またはその近縁の生物種のゲノムであるとか配列が使えるようになってきています。ですので、NGS のこの速種コースにいらしている方はもう皆さん全国ご承知でしょうけれども、これが活用できるということは非常に生き残りに、重要なことになります。で、皆さんに必要なスキルは何かなんですが、ユーザーとしてユニックスが使いこなせるということ、それから、公開されているデータベースが使いこなせるということ、それから、公開されている解析ツールを、自分のところのマシンや、他のあるいはスパコンで使いこなせるということで、それを効率よく回すためには簡単な言語でスクリプトが書けるということが、重要かなと思います。で、不要なのは、ハイレベルなプログラミング能力ですね。ゲノムアセンブラー作れなくても大丈夫、公開されているものは自分で使えれば大丈夫だと思います。で、このカリキュラムなんですが、カリキュラムを策定された唐先生はさっきいらっしゃったのでちょっとビビってたんですが、このカリキュラム、よくできてるんですけれども、一番初っ端の OS ハード構成とかネットワーク基礎とか、こんなの皆さん知ってますよねっていう話で、ですね、ツイッターで一昨日ぐらいにですね、お受けとしといてなんだけど、正直最初の2枠いらなくねっていうのは、ツイッターで言っちゃったわけですね。で、先ほども唐先生はおっしゃってましたけれども、このカリキュラムで、この枠が本当に必要なのかどうかっていうのは、やってる僕もちょっと疑わしいで、皆さん聞いててこんなこと全部知ってましたよっていう方はですね、全部こんなのいらねえよとアンケートに書いていただければ結構かなと思います。次からこの枠は、スキップされると思います。で、役に立ったなと思うであれば、いるよって書いていただければ結構かなと思います。その辺はもうやってる私もこれいるのかどうかをやや疑いながらやっていますので、もっと違うもの、あるいはもういきなり講習に入ったらいいんじゃないのっていうところが、ありましたら、アンケートに書いてください。で、この枠っていうのは、講義で喋ってるのを聞いてるだけなので、基本的にはこの枠を使ってですね、この間に、皆さんの環境整備をやっていただければいいのかなと思います。で、ネットワークにつないでみたりで、みんながつないだらつながらなくなってみたりですね。で、バイオリナックスも、入ってない方は、551からやりますけれども、きちんと入れるみたいなことを、この枠を利用して、進めていければいいのかなと思います。で、自己紹介なんですが、私、自称、元祖使い倒し系バイオインフォマティストと名乗っています。で、バイオインフォマデータベースとウェブツールの手取り足取り活用法とかですね、MacOS10 でバイオインフォマティクスやりましょうとかですね、あとマウント本と呼ばれるバイオインフォマティクスの、おそらく決定版である教科書の翻訳をやったりしています。
で、もともと植物関係のゲノム解析とデータベースをやっていました。2000年にアラビドプシスのゲノムが決まったときにですね、そこの日本のアラビドプシスの、ゲノムを決めるチームの、バイオインフォマティクス担当としまして、まあ、全体のシロリナズナの全体の4分の1ぐらい27メガベース6200遺伝子ぐらいの領域解析を担当しました。でその他はまあ光合成細菌であるとか、リゾビアのゲノム解析やデータベースを作って、まあ、長年作っています。で現在は、DDBJ 日本 DNA データバンクというところの DB、構築担当教員です。でここのところはさっきも申し上げましたけれども、まあ、こういうリンクみたいな顔をしているところは講習の講義資料の PDF でリンクになっていますので、まあ、叩いていただければそこからDDBJ のページがページに行くと思います。で、まあ、みんなでつないでみたりするとネットワークが落ちたりすると思いますので、そうしたら、そういうのを直す時間にこの枠を使っていったらいいのかなと思っています。で、DDBJ というのは塩基配列データバンクをやっておりまして、まあ、どういうことをやっているかというと、全世界で解読された塩基配列情報を査定して受け入れる、ただ書き集めりゃいいってもんじゃなくてですね、やっぱりその塩基配列がどういう生物種のものなのかで、何番から何番までにエクソンがあって、それらが束ねてどういう遺伝子があるのかというような情報がちゃんと書いてないと使い物にならないので、そういう査定という作業をして受け入れています。でデータベースに蓄積しまして、で公開して共有する、まあ、昔はテープで配ってたりなんかしたわけですけれども、今ではまあインターネットで配布しているわけです。で DDBJ というのは国際塩基配列データベースINSDC の一員でありまして、 INSDC は何で構成されているかというと、米国のジェンバンク、まあ、これは NCBI にあります。で欧州の ENA ヨーロピアンヌークレオタイドアーカイブ、これは EBI がやっています。で日本の DDBJ、まあ、この3カ所でデータを受け入れて相互に交換してシェアしているわけです。でジェンバンクがあまりにも有名なものですから、これ DDBJ ってジェンバンクの日本窓口ですねみたいなことを言われることがあるんですが、そうじゃなくて、まあ、それぞれ対等にやっています。でこの INSDC に関わっている人っていうのはずらっとこうそれぞれのリリースノートを並べてみますと139人いまして、まあ、世界中で一番、生命科学の分野ではまあ一番古くて、で、まあ、一番人数も関わっていて一番大きな伝統あるデータベースということになります。で各位私はですね、バイオインフォマティクスの先生かっていうと、まあそうで、あ、まあ、今はそうなんですけど、もともと20年ぐらい前は普通に分子生物学の世界で実験をしていました。で1990年頃に京大の大学院農学部におりまして、で、その時何やってたかっていうと、ゼニゴケのミトコンドリアゲノムを決めていました。で、まあ、植物人とかマウスのミトコンドリアのゲノムに詳しい方はなんかでかいなと思うかもしれませんけれども、植物のミトコンドリアのゲノムって結構でかくてですね、まあ、このゼニゴケのミトコンドリアゲノム186キロなんですけれども、まあ作物ですね、例えばトウモロコシとかだと500キロを超えていたりとかですね、非常に大きいものになったりします。でこれを決めておりまして、まあ、これイニシエのシーケンサーというか、まあ、これただの縦型の電気誘導装置なんですけども、まあ、昔はラジオアイソトープ使ってまして、で上からまあロードして流すと、で、X線フィルムくっつけて、で読んでいくというようなことをやっていました。でこれはゲル板むき出しで、まあ、流してまして、で、まあ、電圧かけすぎ、まあ、学生なんでアホなんで、まあ、とにかく早く終わるように電圧バカみたいにかけるわけですね。3000ボルトぐらいで流さなきゃいけないの、まあ、1万ボルトとかかけると、そうするともう指さすといきなり落雷するみたいな、かなり危ないものでした。で、もうこれももう皆さん先刻ご承知なのでご紹介の必要はないと思うんですが、古典的な配列決定は大デオキ手法というやつでやっていまして、まあ、PCR かけてでサンガーシーケンシングをすると。で、まあ、PCR とかサンガーシーケンスを皆さんにご説明する必要はないんですけれども、こういうのって一緒に実験やっておられる方で、まあ、パートさんとかに何やってるか説明するとかですね、あるいは学生に何やってるか説明するという必要が生じたときに、まあ、ホワイトボードとか使って一生懸命説明するよりはですね、今 YouTube で PCR とかですね、サンガーとかで探してあげれば、どういう原理でやってるかみたいなのはすぐ見つかりますので、
例えば PCR の原理みたいなのはですね、YouTube で PCR とかで探してあげれば、すぐに動画が見つかってですね、で、まあ英語の説明なんですけれども、これでまあ説明してあげるととっても分かりやすい、ということがあります。で、まあ、統合テレビは皆さんお使いだと思いますけど、統合テレビも便利なんですけれども、他にもまあ実験技術みたいなものですねは、YouTube で実験系の原理探すと結構分かりやすいのがあるので、これは自分が例えば NGS が出てきた時にどういう原理かっていうのは割と分かりにくかったんですけど、そういうのって YouTube にすぐ上がってますので、こういうの探すと結構便利かなと思います。で、まあ、X-ray フィルムにくっつけてですね、で、まあ、4色とか蛍光じゃないんで、4レーン流さないと1本の DNA が呼べないわけですので、まあ、流していって、で、ベースコールなんかはもうデジタイザーという機械でこう音響で入れていくんですね。で、ようやく配列が決まるみたいなことをやっていました。で、186キロ全部環状 DNA 決めまして、まあ、JMP に出したというのが、1992年でした。なので、院生がですね、一つの研究室の7人がかりで丸2年、かかって、186キロ決めたんですね。で、これ当時INSDC に入っている一番でかい単一ゲノムだったんです。で、186キロなんてのはですね、今やですね、まあ、29秒とかで決まっちゃうわけです。で、まあ、イルミナの配色2000使ったら、11日で600ギガ出ますから、で1秒あたり6300、ニュークリオタイド決まるんで29秒ですね。で、まあ、念入れて 10×4 だとしても290秒とかで5分で決まっちゃうわけです。で、当時その後何をやったかっていうと、 ORF ですね、オープンリーディングフレームを取って、類似配列を計算機を用いて探しました。で、ライブラリは、PIR というやつで、ソフトウェアは FastA というのを使いました。で、ラボから兄弟大型計算機センターに内線電話にモデムつけて 2400bps でテルネットで、接続しました。まあ、この下線部のあたりが時代を感じる笑いどころになります。で、まあ、そんなことをやっておりましてですね、まあ、その昔、まあ、実験をやっていた。でも、まあ、配列決定の、ということをずっとやっていました。で、今日のこの枠のコンテンツなんですけれども、まあ、ハードウェアについて、でソフトウェアについての基礎をお話ししなさいということなので、まあ、お話ししていきます。ただこれが NGS の2週間測定コースにの初っ端に本当に必要なのかどうかというのは、まあ、繰り返しになりますけどよくわからない。でも、まあ、淡々とやっていきます。ですので、まあ、トラブルになって、これやってる間にいろいろトラブルになりましたよみたいな方はですね、手を挙げて、まあ、わさわさしながら、皆さんの環境整備しながら、進めていけばいいのかなと思っております。で、まあ、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークという、まあ、なんというか IT の一番基本的なところを淡々とお話ししていきたいと思います。で、まず計算機の歴史とか、まあ、大冗談にこんなとこからいくわけですけれども、計算機の要件というのは、まあ、これはソロバンがよく要件を持ってるんですけれども、数値をまず入れて保持すると。で、加算減算ができる。で、その結果の数値が表示できるというのが、まあ、計算機の要件になります。まあ、加算減算ができればそれ何回も繰り返せば乗算ができるわけで、まあ、これが最低限の計算機の要件ということになります。で、計算機、電子計算機が生まれてくる前に、まあ、機械式の計算機というものが、まあ、世の中にいろいろありまして、17世紀ぐらいですね、シッカートの計算機、パスカルの計算機、ライプニッツの四則、計算機みたいなものがあります。で、これらの詳細というのは、リンク先を見ていただければ良いのですが、まあ、それぞれ、大体ウィキペディアに飛んでます。で、機械式計算機、ウィキペディアで機械式計算機みたいなところを、見てあげますと、早速ネットワークがトラブってきましたね。いい感じです。で、切れちゃったみたいな人は遠慮なく手を挙げてください。 TA が行きます。いかねえな厳しいな、飽きた。はい、こちらの方お願いします。で、ネットワークがつながってるつもりだったけどつながってないよみたいな方は遠慮なく手を挙げていただければ、この枠の中で、環境整備を進めていきたいと思います。
で、この辺にあるんですけれども、まあ、シッカートの計算機、それからパスカルの計算機、ライプニッツの計算機みたいなものがありまして、まあ、これは歯車式でですね、まあ、足し算やってると歯車がぐるぐるっと回って、上の桁が、繰り上がるみたいな、計算機になっています。で、まあ、こういったものがちょこちょこ出てきまして、まあ、実際に使われてたりもしたわけです。で、まあ、非常に大型のものとしては1835年にバベジの解析機関というものが、まあ、考えられまして、これディファレンスエンジンと呼ばれるやつですね。で、まあ、先行カードで穴の開いたカードでプログラミングするみたいなアイデアがありまして、ただこれは残念ながら彼が生きている間には実現しなかったんですが、その後ですね、後世になって、このアイデアを、現実に形にしたものがいくつかのミュージアムにあります。で、バベジの解析機関というのは、まあ、こんな感じのもので、今ここにはカリフォルニア州のコンピューター歴史博物館には後世に作られたものがあったりするわけです。で、この辺は興味のある方は、まあ、ぜひ後ほどご覧いただければと思うんですが、こういった機械式計算機の時代が、まあ、長く続きまして、これらは、まあ、十進法の計算機なんですね。で、まあ、これクルタ計算機というのはこれもかなり時代が後になるんですけど、1948年ぐらいに出てきまして、これはくるくる手回し式で手の上に乗っかるぐらいの計算機です。で、これはまあ、比較的最近まで実際に実用で使われてまして、いろんな計算機のミュージアムなんかに見ると、まあ、非常に可愛らしくてですね、欲しい感じになるものです。で、売ってへんかなと思って eBay で調べてみたら、10万円ぐらいで売ってますね、結構ね。で、まあ、欲しいなと思ってしまったという話なんですけれども、これは車のラリーなんかでですね、時間測って、であとどこをどのぐらいのスピードで走ればいいかみたいなのをリアルタイムでですね、ナビの人がこれぐるぐる回しながら計算して、結構世の中に出回ってたものらしいです。で、まあ、そういった手回し式あるいは受信の、計算機がずっと続いておりまして、で、初の、まあ、コンピューターと目されるものが、1946年のエニアックになります。エレクトロニックニューメリカルインテグレーター&キャリクレーターですね。まあ、これはかなり有名なものなので皆さんも名前聞いたことがあると思うんですけれども、約1万8000本の真空管、で、作られておりまして、で、これは今の計算機と違うところは十進法で動いている、まあ、つまりこれまでご紹介した歯車式の計算機を電子的に、したものです。ですから今の、01の二進法で動いている計算機とはだいぶ違うものになります。で、それから今の計算機と決定的に違うのは、これプログラム内蔵式ではないということですね。まあ、ちょっと写真がちっちゃくて見づらいんですけども、これケーブルが出てまして、結線でですね、こことここをつないでっていうやり方をしてですね、電線をつないで結線して、それがプログラムになってます。で、エニアックは、まあ、ここにちらっと見えてるんですけど、女性の方が6人いて、その人たちが、まあ、命令をこの線を抜いたり刺したりして命令を作って、まあ、いわゆるプログラマーですね、刺したり抜いたりして、結線してプログラミングをしたという、マシンになります。で、その後に出てきたのが、まあ、今時の形ですね、プログラム内蔵型の電子計算機、まあ、いわゆるノイマン型というものになります。で、これは、1949年のエドサックというのは、これが世界初の実用型のプログラム内蔵式の電子的、計算機になります。で、それに遅れまして2年遅れて、1951年にエドバックというのが出てきているんですが、これはエニアックの後継になります。ちょっとすいません、お配りした資料にはエドバックの後継って書いてあるんですが、これはエニアックの後継になります。で、これは計画されたのはエドバックの方が先だったんですけれども、エニアックの後に出す、に出てくる計算機だったんですけれども、まあ、いろいろごたごたしまして、エドサックの方が先に出てしまったんですが、まあ、大体ほぼ同じ時期に出てきてます。で、これは二進数を使用してまして、まあ、今時の計算機の、構成になっています。
で、メモリは、遅延記憶装置というのを使ってまして、まあ、この辺はマニアックになるので、これはご興味がある方はこれを開いて、この先のウィキペディアで見ていただければよいと思うんですが、でこのノイマン型というのが、まあ、今でも続く、まあ、計算機の、基本形になっています。でこれはどういうものかといいますと、ハンガリー出身のアメリカ合衆国の数学者ジョン・フォン・ノイマンさんが、考えたというか、まあ、これはちょっと諸説ありまして、ノイマンさんはペーパー書いただけで実は他の人が考えたという説もあるんですけれども、まあ、とにかくノイマン型と呼ばれています。でこれはプログラム内蔵型の電子計算機になっておりまして、エニアックみたいな決戦ではなくて、自分自身の計算機の中の記憶装置にプログラムを収めて、でそれを読み出して、まあ、制御装置が読み出して、で、まあ、演算装置が回ってと、でインプットアウトプットがあると、こういう形の、まあ、これは完全に 今時の計算機のスタイルそのものなんですけれども、記憶装置に収めたプログラムを実行するというタイプの計算機が、まあ、1950年頃に出てきたわけです。まあ、これが脈々と続きまして今の計算機、皆さんの手元にある PC もそれなんですけれども、そういうものになっています。でまあ、もうちょっと詳しく言いますと、まあ、ノイマン型計算機というのはプログラム内蔵型で、計算機のプログラムをコードで表して数値データと同じように、記憶装置に記憶させる、エニアックとかだと、数値データ、データ入れデータと、それからプログラムというのは全然別のところにあったわけですね。でプログラムというのはまあ線でつながっている、で数値データは、まあ、記憶装置の中にあったわけですけれども、そうではなくてプログラムもデータも同じ記憶装置に入っていると。で、まあ一方、まあ、電気機械式の計算機というものではですね、プログラムっていうのは記憶しないで、まあ、一連の命令として紙テープに穴が開いているっていうのは、まあ、昔の SF とかでよく出てきますけれども、紙テープに穴が開いたものがまあロードされて、まあ、それを制御装置はそのテープからプログラムを読み出して実行するというようなことをやっていたわけです。でこのプログラム内蔵型電子計算機というのは命令が記憶装置に入ってますので、まあ、演算を行って計算している途中で、命令をその命令自体を変更することができて、非常にフレキシブルに計算を進めることができるわけです。で、このノイマン型計算機というやつは、チューリングマシンというやつの実装型と、みなすことができます。で、これはチューリングという方、まあ、これもこの方も相当有名な方なので、お名前聞いたこともあると思いますし、チューリング賞というのもあるくらい、まあ、いわゆるまあ計算機科学の中ではまあ神様みたいな人なんですけれども、まあ、この人が考えたチューリングマシンというのがあります。で、まあ、この辺も叩いていただければ、これもウィキペディアだったかな、はい、ウィキペディアに行くんですけれども、計算模型の一つで計算機を数学的に議論するための単純化理想化された仮想機械であると。でチューリングマシン の仮想機械っていうのは、まあ、無限に長いテープ と、その中に格納された情報を読み書きするためのヘッドと、それから、機械の内部上記憶、内部状態を記録するメモリの3つから構成されてまして、で内部状態とヘッドから読み出した情報の組み合わせに応じて、動作すると。ヘッド位置のテープに情報を書き込んで、で機械の内部状態を変えてヘッドを移動すると、右か左に1つ移動すると、まあ、この非常に単純化された機構を使いますと、まあ、これ極めて単純な機械なんですけれども、まあ、これだけの機能があれば必要最低限人間が紙に書いて計算するのと同じことが、まあ、機械の中で実現できると、まあ、チューリングは議論したわけです。で先ほどの、ノイマン式の計算機というのは、これはまさにチューリング、マシンを、現実世界で、まあ、実装した実装の一つと言えます。ですので ありとあらゆる計算ができる、機械というものを、1950年ぐらいに我々は手に入れ、非常に初期的な形のものですけれども我々は手に入れたわけです。でこれが、まあ、メモリも大きくなって、インプットアウトプットもどんどん速くなってですね、記憶装置も、ハードディスクが出てきたり、どんどん速くなってきて今に至っているということになります。で、まあ、こんな、まあ、ざっくりと計算機の歴史というのはこういう感じになっておりまして、じゃあ現代のハードウェア構成というのはまあどうなっているのかというのは、この辺ももう全然皆さん先刻ご承知だと思うんですが、
一つスーパーコンピューターというのを、お題にして、まあ、ちょっとご説明しようかなと思います。でスーパーコンピューターというのはですね、スーパーなコンピューターなわけですけれども、まあ、基本的にはですねプロセッサーがあってメモリがあってストレージがあってネットワークなどのハードウェアと、まあ、その上で動作するオペレーティングシステムであるとかアプリケーションなどのソフトウェアから構成される、まあ、点では、まあ、一般的な皆さんがお持ちの PC と全く同じです。ただし、不動小数点演算を稼ぐためにですね、本来画像処理のために開発されたグラフィックプロセッシングユニット GPU を、汎用的な計算に、まあ、活用しちゃうというですね、ジェネラルパーパスコンピューティングオン GPU、GPGPU みたいな、まあ、そういうコプロセッサーによって、CPU じゃなくてコプロセッサー、くっついてるコプロセッサーで不動小数点演算性能を稼ぐといった構成も、非常に多いものになっています。で我々遺伝研ではですねスパコンを皆さんに無償で提供しておりまして、これはぜひ皆さんアカウント取って、利用していただきたいと思うんですけれども、まあ、これこの後この枠で何回もご紹介しますけれども、皆さんの PC で今回はそのバイオリナックスでいろいろ練習するわけですけれども、それが大規模になってきた時はこの遺伝研スパコンを使っていただけると非常に効率よく計算ができるようになると思います。でこの遺伝研スパコンは CPU を重視しておりまして、NGS の解析なんかには普通に CPU がたくさんあった方が便利なので、CPU 重視になっています。でもGPU であるとか Xeon Phi みたいなコプロセッサー型で、演算性能を稼ぐものも一部に入ってますので、そういうものを稼ぎそういうものを使いたい方はぜひ、そちらのノードも使えるので、使ってみてください。で遺伝系のスーパーコンピューターがどうなっているか、まあ、現代のハードウェア構成の一例としてお示ししたいと思います。で、SCDDBJ2GACJP あるいは Google を開いていただいて遺伝系スパコンとでも打っていただければこのページが出てくると思うのですが、おなかなか厳しい。厳しいな。さすがにみんなで行くと厳しい。はい、やっとつながりました。まあ、ここ80名ぐらいいらっしゃると思うんで、NCBI とかにですね一気につなぎに行くとこれ攻撃とみなされていきなりここからの、まあ、多分東大からの接続がいきなり止められますね。半日ぐらいとまつながらなくなりますので、ちょっと注意しながらやらねばならんところなんですが。こんな感じになっておりまして、遺伝研のスーパーコンピューターシステムの、全容というのはですねこちらのシステムハードウェア構成システムソフトウェア構成、のところにあります。でこれでハードウェア構成を、開いてあげますと、はい、こんなになってましてちょっと遅いので私の方はあらかじめ取り込んだ図で説明します。でこれ今ハードウェア構成というところを開いていただいた、のと全く同じ、画面なんですけれども、まあ、サイネットという、文科省系のネットワークにぶら下がっておりまして、10ギガですね、秒速10ギガで、まあ、東大とか京大あたりとつながっています。でそこから中に入っていってどういう計算ノードがあるかといいますと新ノード、まあ、薄っぺらノードとミディアムノード、まあ、中ぐらいのノードとファットノード太っちょノードという、まあ、ノード3種類の主に3種類のノードで構成されています。で新ノードっていうのはまあ、HP の SL230S ってやつなんですけれども、メモリがまあ、G4の E5 載せてましてメモリが1ノードあたり64ギガですね、まあ、薄っぺらといってもまあ結構そこそこでかいメモリを積んでいます。でこれがまあ初期導入で300いくつ入ってたのかな、350ぐらい入ってまして、で追加の導入フェーズ2の導入でこれはいくつ入ったんだっけ、100、200ぐらい入ってますね。だから
500ぐらいの、普通の PC がずらーっと並んでいるというような状態にあります。で、ミディアムノードというのが、メモリが2テラ載っているやつですね。メモリが2テラ載っている DL980 という HP のマシンが、初期に2ノード入りまして、これは非常に使い勝手が良かったんで、追加導入のところでは8ノード入っています。ですので2テラのメモリを載せたマシンというのが10ノード10個あります。でこれらはNGS の、比較的小規模というか、割と大きなものでも今いけるんですけれども、アセンブルですね、ゲノムの配列をアセンブルするみたいなものに、非常に使い勝手の良い構成になっています。でそれから最後にフトッチョノードというですね、非常に大きいメモリを載せたものが、ありまして、これはSGI の UV1000 というやつなんですが、これは10テラですね、一つのノードに10テラのメモリが載っている、10テラとかいうと普通 PC ではハードディスクになるんですけれども、そうではなくてメモリが10テラみたいな化け物みたいなマシンが1台あります。でこういったもので構成されてまして、非常にメモリをたくさん積んでるものみたいなものはあるんですけれども、基本的には皆さんの今お手元にある PC ですね、これがたくさんある、あるいはその PC にたくさんメモリが載っているといったものになります。ですので、皆さんの PC で、このコースで、いろいろな処理ができるようになってスクリプトも書けたりなんかするようになります と、これを使ってもっとより大規模な仕事ができるようになりますので、ぜひぜひ、ここでいろいろ覚えて、こっちで大規模な処理をしてみてください。で記憶装置としては、おまけにご説明しておきますと、記憶装置としては、高速に、IO が稼げるラスターと呼ばれる領域が2ペタバイトと、高機動入で5ペタ入ってますから7ペタバイトの非常に速い領域がありまして、あと回転してない時にはディスクのスピンを落として省電力になる機械として初期に3ペタ、後期に 2.5 ペタ入ってますから全体で12ペタバイトぐらいですね、ディスクがあります。でこれも別にラスタとか早くアクセスできるっていうだけで特に変わったディスクでもなくてですね、ハードウェア構成的には変わってるんですけども、普通に PC から見えるハードディスクになります。ここに概要がありました。普通に64ギガのメモリ載ってるのが554とで、2テラ載ってるのが10台で、 FAT が10テラ使えるのが1台あって、それぞれがハードディスク と、コネクトされている、非常に高速な IO で、コネクトされているというのが概要になります。で、これはですね、ノイマン型のコンピューターというのを再形しておりますけども、メモリがあってで、CPU があったりなんかして、で演算装置があってで、インプットとアウトプットがあるという、基本的な伝統的な電子計算機、そのものが、今時のスタイルになってたくさん並んでたり非常に大きくなったりしているということになります。でこのスパコンのソフトウェア環境はじゃあどうなってるんだということなんですけれども、ということでこうなし崩し的に次にソフトウェアのオペレーティングシステムのお話に、移ります。で、これはですねユニックスオペレーティングシステム、ユニックス系の OS というやつで動いています。でユニックスオペレーティングシステムというのは1968年、70年頃に、できたものなんですけれども、ベルケン、ATT のベルケンというものがありまして、そこのケン・トンプソンとデニス・リッチが、スペーストラベルというゲームで、遊ぶためにですね、その目的だけってわけでもないんですけれども、ゲームで遊ぶために、高価で非常に高価で買ってもらえなかったデック10というマシンの代わりに、部屋の隅に転がってた借り物の PDP-7 というちっちゃめのマシンで、エイヤと作ってみた小さくて軽いオペレーティングシステムということになります。これが70年ぐらいに立ち上がってきまして、で、そんな古いソフトウェアに何の用があるかということなんですけれども、ところがどっこいですね、今皆さんが、私も持っておりますが、この、iPhone で動いてます iOS の、基礎部分っていうのはダーウィンというオペレーティングシステムになります。でこれはネクストステップですね、というものを先祖に持つ由緒正しきパークレイソフトウェアディストリビューション BSD ユニックスというものの系譜に連なります。それぞれ
もっと詳しいことを知りたいという方はここからリンクをたどっていただけるとウィキペディアに飛びますのでぜひご覧ください。まあ、要するにこれって組み込み系のユニックスで動作しておりまして、MacOS 10というのももちろんユニックスで動いています。で、スパコンの OS でもですね、遺伝系のスパコンはレッドハットエンタープライズ Linux 6というのを使ってまして、これは後でご説明しますけれども Linux というユニックス系のオペレーティングシステムになります。で、スーパーコンピュータートップ500で使われている OS の推移を見てみますと、2000年頃からですね、この緑色の Linux なんですけどもガーッと上がってきてまして、でこの青いところが新生ユニックスですね、販売されているようなユニックスなんですけれども、Linux がガーッと増えてきまして、今、2013年度においてですね、世界トップ500で走っているオペレーティングシステムというのはほとんどが Linux で、一部ユニックスで、その他、Mixed だったり Windows だったり BSD だったり Mac だったり、BSD というのもこれユニックスですけれども、ちょろっとありますけれども、基本的にはもうほとんどが Linux ということになります。で、Linux っていうのはこの Unix 系の OS なので、基本的にはもうスパコンっていうのは Unix で動いていると、しかも、携帯電話も Unix で動いているという状態です。世の中の OS は非常に、Unix が、はびこっている、圧倒的に Unix OS ということになります。で、今ちょっと出てきた Linux というやつなんですけれども、Linux とは何かなんですが、 Linux は競技では Linux カーネルを意味し、講義ではそれをカーネルとして用いたオペレーティングシステムを意味する。で、 Linux カーネルを用いたオペレーティングシステムは Unix に類似した振る舞いをするので Unix 系のオペレーティングシステムの、一種に分類されると書いてある。ウィキペディアに書いてあるんですが、お前は何を言っているんだという感じなんですね。で、それをちょっと分かりやすく図で説明いたしますと、Unix の構成というのはこうなってます。で、CPU とかメモリとかデバイスというのが、カーネルというもの と、IO でお話をしておりまして、でそのカーネルの上にアプリケーションというものが乗っかってまして、我々が見ているのはこのアプリケーションの部分なんですね。 Unix にコマンドを出すみたいな時にシェルというのを使いますが、それはこのアプリケーションになります。そうするとそのシェルというのが、何がしたいかっていうのを解釈してくれまして、カーネルに渡して、で CPU とか使ったりメモリから何か呼び出してきたり、デバイスから何か呼び出してきて計算して、でカーネルがアプリケーションに返して、アプリケーションが我々に返すというような構成が、これが Unix の構成になります。で、カーネルっていうのはこの人間と機械の仲立ちをしてくれる、部分でありまして、これがUnix の本体なんですね。で、Linux とかですね、Mac 使ってる方は、Mark っていうのがこのカーネルになるんですけども、これが、本体になります。で、このアプリケーションのレイヤーっていうのはほとんどが GNU というソフトウェア、フリーソフトウェアファウンデーションが作った、ソフトウェアのツールで、動いておりまして、我々が見ているところは実は Linux じゃなくて GNU というところなんですね。ただこのカーネルのところが、これが OS の本体になりますので、皆さん Linux を使っているということになります。で、この Linux カーネルっていうですね、Unix の一、みんなが一番使っている、カーネルは誰が作ったかというと、リーナス・ベネディクト・トーバルスさんというフィンランド・ヘルシンキ出身のプログラマーです。で、彼は、91年に Linux カーネルを開発しまして、一般に公開しました。で、彼は当時学生だったんですけれども、オペレーティングシステムというものに好奇心を持ちまして、インテル80386ですね、懐かしの、386CPU を搭載した PC に、Unix 互換の独自のカーネルを、自分で、ひと夏、夏休みの間にガサガサ引きこもって書いたみたいなことを、彼の本には書いてありますけれども、開発しまして、公開しました。で、最終的に、これが、みんながいろんな手を加えて、フリーソフトウェアとして世界中に広まりまして、これが、今の Linux カーネルというものに成長しています。この辺、詳しくお知りになりたい方はここウィキペディアのリンク叩いていただけますと、Linux というものが、どういう歴史でどういう人が関わってどうなっていたかみたいなことは、書かれておりますので、ぜひご覧ください。で、学生がですね、好奇心を持って作って、で、フリーで公開したみたいなものが今の、世界中で一番使われ
言われている、OS のコアの部分になっています。で、さっきも言いましたけれども、実は我々が見て、スパコンと対話して使っている部分っていうのは Linux じゃなくて GNU という部分になります。で、 GNU というのは、GNU's not Unix の、頭文字を取ったもので、まあ、自分の名前が再帰的に入っているヘンテコな、まあ、いかにも計算機の、まあ、オタクの人が作ったような名前なんですけれども、これの略になります。で、 GNU は典型的には Linux と呼ばれるカーネルとともに使われますということで、この Linux カーネルだけではこれに人間が命令を与えるというのは、まあ、非常にしんどいので、その上に、人間と対話するシェルであるとかいろいろなアプリケーションがあるわけですけれども、これはほとんどが GNU のプロジェクトで作られたものです。で、リーナスさんが作った Linux の上に、この GNU のプロジェクトで作られたいろんな便利なアプリケーションが乗っかっていて、それを我々は今普通に使っているわけです。で、これはGNU のページのステートメントなんですけども、まあ、Linux と呼ばれるカーネルと、まあ、GNU と呼ばれるソフトウェア群が使われると、まあ、この組み合わせが GNU スラッシュ Linux オペレーティングシステムです。まあ、我々は Linux と呼んでるんですけれども、まあ、本当は Linux の上に GNU がかぶさっているものを我々は使っています。遺伝研のスパコンもそうです。で、GNU Linux は何百万人もの人に使われています。まあ、間違って Linux と呼ばれていますけれども、っていうのはこの GNU のページですね、 GNU.org の、ホームのところに、書かれているステートメントになります。こんな感じですね。で、まあ、ここにも GNU の説明がいろいろ書いてありますので、まあ、ご興味のある方はぜひご覧ください。で、バイオリナックスなんかもそうですけれども、このリナックスのカーネル と、その上にかぶさっているいろいろなアプリケーション、まあ、GNU のものであったり、あるいは、大学で開発された解析用のツールであるとかですね、まあ、そのフリーなソフトウェア群がの塊として、配布されているものを我々は今から使っていこうとするわけです。で、まあ、Unix の構成をもう一回出しておきますと、まあ、カーネルというものがありまして、まあ、この部分が Linux ですね。で、その上に、まあ、GNU やあるいは、いろいろなところで開発されたアプリケーションが乗っかっておりまして、で、我々は基本的にはこのアプリケーションと対話して、このアプリケーションを使いこなせば、あとはカーネルがいろいろ CPU やらメモリやら動かして解析をしてくれるというスタイルになっています。で、まあ、繰り返しになりますけど、我々が使っているのは GNU Linux というやつで、スパコン、皆さんの計算機にも今、バイオ Linux の形で入っていますし、世界中のスパコンで、最も使われている、まあ、ほとんど占領していると言ってもいいような、使われ方をされているのが Linux になります。 GNU Linux になります。で、オペレーティングシステムというものが、まあ、こういうふうにですね、ハードウェアの上に乗っかっていて、いると。で、オペレーティングシステムの、まあ、なんていうものがなぜいるのかということなんですけれども、まあ、計算機と我々がダイレクトにお話しするというのは、まあ、大変につらいことなんですね。で、まあまあ、これの何回も出てきてますけれども、ノイマン型の計算機ですけれども、まあ、これを動かすためにですね、計算機とダイレクトにお話をするみたいなことをすると、まあ、例えば、ファイルを移したいなみたいな時に、デバイスの何番地から何番地のデータを別のデバイスに書き写してその跡地を空にしますと。でも移す先に他のデータがあったらまずいから、移すデータの空きがあるか調べて、まあ、もし連続で取れなかったらデータを分割して書き込んで、分割してあることが分かるように印つけてみたいなことを我々がいちいち全部指示しなきゃならないとしたら、これは非常に大変なことで、これはご勘弁願いたいわけです。で、まあ、僕らが GNU Linux でどうやるかっていうと、MV、まあ、これは Move ですね、ファイルを移すというコマンド、まあ、これは後で中里さんのところで必ず出てくるコマンドだと思いますけれども、ファイルを移すコマンドで、ホゲスラッシュホゲフガって書くと、まあ、ホゲっていうフォルダの中にフガっていうファイルがあって、でそれをスラッシュピオって書いて、1個スペース開けてスラッシュピオって書いてあげますと、ホゲの中にあるフガをピオに移せっていうコマンドになるわけです。で、まあ、非常に呪文みたいですけれども、でもさっき のデバイスの何番地から何番地をこっちに移して、こっちを開けて、で、まあ、ここが分断されてたらちゃんと印つけてみたいな、そんなことをいちいち言う必要はないわけで、まあ、この呪文みたいなのは非常に仕事を簡単にしてくれて
てるわけです。で、まあ、こういうあの事細かに機械にお伝えするよりは、まあ、こういう呪文、非常に基礎的な呪文というのは、まあ、10個20個覚えれば大体仕事ができますけれども、そういう呪文を覚えて、まあ、機械に指示出してあげるのが、楽な仕事なわけです。で、実はこれと同じことですねをやっているのが、この、まあ、例えば Mac でこのフォルダーパカッと開けて、ファインダーで開けて、で、これを掴んでドラッグ&ドロップするっていうのは全く同じことをやってまして、まあ、それができれば別にこれ やらなくても 2,3 個ファイルを扱っているだけならそれやらなくてもいいんですけれども、まあ、あの NGS の配列なんかを扱っていますと、同じ仕事をですね1000万回とかですね、まあ、下手すると何億回もやらなきゃいけないわけ で、まあ、これ掴んで何かに投げ込むっていうだけでもえらい時間を送ったりします。で、こういうのをあのまとめてエイアット、ユニックスのコマンドを覚えていれば、何万回でも繰り返しやるみたいなことができますし、あるいはシェルスクリプトであるとかパールスクリプト、まあ、Ruby でも Python でも何でもいいんですが覚えて、できるようになると、すごく効率が良くなりますので、ぜひこのコースの中で、習得していってください。で、まあ、オペレーティングシステムのご利益なんですけれども、まあ、このアプリケーション層のですね、まあ、ちょっとした呪文であるとか、まあ、スクリプトみたいなことを覚えればいろんなことができるようになります。で、下の部分ですね、まあ、あのハードウェアに近いところカーネルから下っていうのは大体あの C 言語、まあ、これはユニックスを作るのに作られた言語ですから、まあ、いろいろ高級言語で我々が見ても分かりやすい言語ではあるんですけれども、まあ、非常にハードウェアに近いレベルの、こともできる言語で、まあ、なかなか小難しいで、まあ、下手するとこのデバイスの扱う部分なんかは機械語で書いてあったりするわけですね。でないと指示が出せなかったりするわけなんですけれども、まあ、我々ユーザーが、対話するのはこのアプリケーション層になります。で、そこをうまく動かすには、まあ、ちょっとした呪文とスクリプトを覚えるということが必要になります。で、まあ、OS はそういう感じなんですけども、ではあの言語とかプログラムとかライブラリというものは、どんなものが使われているのかなというところなんですが、ここでもまたちょっと遺伝検スパコンの場合はどうなっているのかなというのを見てみたいと思います。で、さっきのページのシステムハードウェア構成の下にシステムソフトウェア構成というのがありますので、ここを見ていくと、まあ、どういうソフトウェアが使えるのかなというのが分かります。で、まあ、ちょっと小さいので、まあ、皆さんここを見ていただいてもいいんですが、私はちょっとプレゼンの方でいきますね。そこを開けてみますと、まずプログラミング環境についてという項目がありまして、そこにこんなテーブルがあります。で、どういうプログラミング環境が使えるのかというのが書いてありまして、インテルの、ですね、インテルの言語と、それから、ドコエラで買ったものとかですね、これは GNU ですね、GNU のコンパイラー、まあ、先ほどのご紹介したフリーソフトウェアファウンデーションが作っているフリーなコンパイラーですけども、まあ、こういったものが入っていまして、まあ、それぞれ言語として C、C++ で、フォートランのいくつかのバージョンみたいなもの、それからまあ Java とか Ada とかが使えると書いてあります。で、まあ、いろいろな言語が使えて、で、科学技術計算ライブラリについてというところを見ますと、まあ、何やらかんやらいろいろ書いてあるわけですけれども、まあ、これは我々はユーザーとして普通にそこにあるソフトウェア群を使う上では、まあ、特に用がない世界です。自分でソフトウェアを開発し始めたりすると、まあ、こういうライブラリを駆使してですね、言語を使って、開発をする、まあ、いきなりゲノムアセンブラー書いてみようみたいなことになると、この C やら使わなければ、 C やら Java やら使わなければならなくなるわけですが、我々が NGS の配列を相手に、まあ、普通に使う分には、まあ、この辺は特に用がない世界ですね。で、その下にスクロールしてみますと、シェルというのがありまして、シェル環境についてというと文章があります。で、システムへのログインシェルはバッシュ、TC シェル、Z シェルが使えますと書いてあります。で、このシェルというのは、まあ、後でこれも中里さんのところで、実際に手を動かしながら、トレーニングできるものなので、まあ、今は詳しく言いませんけれども、ユニックス と、対話する一番我々が目にする部分が、これがシェルです。で、まあ、これはカーネルというあの
カーネルっていうのはまあ核ですね、種の部分の上にかぶさってるという意味でシェル、貝殻という名前がついてますけれども、カーネルと直に話すんじゃなくて、このシェル、カーネルにかぶさっているものを通じて、ユニックスと対話するという意味でこれシェルというものです。でこのシェルっていうのはまあ複数の中から選べますので、まあ、お好きなものをどうぞということですね。まあ、私はバッシュを使ってます。でこのシェルに、出すコマンドというのをひとまとめにしたものがシェルスクリプトというやつで、まあ、このシェルスクリプトっていうのは書けるようになるとググッと大量の解析作業がはかどるようになります。で1回やった解析系をシェルスクリプトに書いておけば、次に同じ別のデータが出てきた時にも同じそのシェルスクリプトを使うことによって同じ解析系がざーっと何回も流せるようになりますので、このシェルは、ぜひユニックスの初歩の段階でいろいろ使えるようになっておくと良いと思います。でそれからその下に流していきます と、スクリプト言語、一般ユーザーが利用可能なスクリプト言語というものにこういうものがありますよと書いてあります。で、ログインノード計算ノードで一般ユーザーが利用可能なスクリプト言語として Ruby と Python と Perl、といったものが用意されているということが分かります。でシェルスクリプトだけでも結構いろいろできるようになるんですが、さらにこういった、スクリプト言語というものをですね、使えるようになりますと、一連の解析の結果が、このプログラムが出したアウトプットを別のプログラムに食わせたいんだけれども、どうもなんか形が違うみたいな時に、形をどんどん変えてあげてプログラムを効率的につなげてざーっと流せるようになりますので、このスクリプト言語を軽く覚えておくというのも非常にNGS 解析を効率化する上では、よろしいかと思います。でこれもスクリプトを覚えようみたいなのもこのNGS のコースの中にありましたので、ぜひお楽しみで、まあ、どういう言語がメジャーなのかっていうのは、まあ、その時々で変わってきまして、まあ、私がアラビドプシスの解析をやっていた2000年頃っていうのはもう圧倒的にパールだったんですけれども、今アメリカで、これNGS 解析というわけじゃないです、コンピューターサイエンスのデパートメントで、最初に教える言語としては、まあ、Python が一番、メジャーのようです、まあ、Python、Java で、まあ、MATLAB がこれ言語かどうかというのはちょっとよくわからないんですが、まあ、Python、Java で C++C みたいなこういう順番になっているようです。で、まあスクリプト言語何を覚えなきゃいけないっていうのも、まあ、特に、必要はなくて、例えば Python なら Python、Perl なら Perl が使えるようになると他の言語に移るっていうことは、それほど、手間ではなくて、覚えていた関数とかの名前がちょっと違ったり、関数にどうやってデータを渡すかみたいなことがちょっと違うようになるだけで、何か一つでとりあえず、ある程度使えるようになれば、あとあと他の言語に移るのも楽かなと思います。で、なんかサクサク進んでしまったので、もはや、午前中実はやろうと思ってたところが終わってしまいまして、で、もう午後の部分に行っちゃいましょう、どんどん行っちゃいましょう。で、ネットワーク、この 1-2 というところに移るんですが、ネットワークについてご説明、したいと思います。で、インターネットというものを皆さん、まあ、お使いですし、もちろんその携帯からでも今ウェブが見れますから、もうこれももちろん普通にインターネットにつながっている、機械なんですけれども、もう世の中インターネットだらけで、何をするにもインターネットがないと始まらないのですが、まあ、これはどういうところで始まったかというと、アーパネット、アドバンストリサーチプロジェクトエージェンシーネットワークというもので始まりました。まあ、これはアーパネットというのはこの世界で初めて運用されたパケット通信ネットワークでありまして、まあ、今のインターネットの起源になります。でこれはアメリカ国防総省ですね、ARPA、まあ、後に DARPA と呼ばれますけれども、ここが資金提供して大学と研究機関を接続した、プロジェクトが最初になります。でこれがアーパネットのロジカルマップで、1977年の3月時点で、世の中のインターネットのノードというかマシンはこのぐらいしかつながってなかったわけですね、実験段階ですから。でアメリカの大学とか研究機関
の、まあ、計算機センターみたいなものを、パケット通信でつないだ、ものがこのアーパネットになります。でパケット通信とは何かっていうのは実はこう探していたら分かりやすい図がなくてですね、ウィキペディアを見ても図がないんですね。で、困っちゃったんですが、これパケットと呼ばれる、まあ、塊ですね、小包みにデータを、小さいものにデータをばらし、ま、送りたいデータをばらしまして、それで、どこそこの宛先に送ってくださいよというタグをつけてバラ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 送るというやり方になります。で、まあ、例えば電話回線で話をしている、普通に昔の電話回線で話をしているときには1対1でつながっていまして、その間その回線は他の人が使えないわけですけども、インターネットではそういうわけにはいかないので、みんなが同じ線を共有するわけですから、このパケットと呼ばれる小包み状にデータをばらしたものを、宛先つけて送って、で相手のところでその、小包み開けてそのデータを再現するみたいなやり方で、通信する、これがパケット通信なんですけれども、これが今アーパネットでも始まって、今、皆さんも使っているインターネットがこのパケット通信になります。で、まあ、名前を聞いたことがあるとは思うんですが、使っているのは TCP/IP というやつになります。で、TCP/IP っていうのは、まあ、いくつかの階層でできていまして、まあ、さっきユニックスの構造で見たのと同じような、下に行くほど、マシンに近くなっていきまして、上に行くほど我々に近くなってくる、まあ、階層構造をとっています。で、まあ、一番下がですね、まあ、LAN であるとか WAN であるとか、いわゆるネットワークそのものの部分でありまして、でその上に IP っていうのが乗っかってまして、その上に TCP が乗っかってて、その上にアプリケーションが乗っかってます。でユニックスの構造と同じようにですね、我々が利用する際にはこの下の方はあんまり意識する必要はありません。我々がお話しするのはこの上位のアプリケーションの部分になります。でこのアプリケーションの部分に、何があるかと言いますと、HTTP、FTP、SMTP、POP、SSH といったものが、この、ネットワーク TCP/IP 系のアプリケーションの部分にあります。で、まあ、この辺はまあ、ちょっと 見覚えがあるものだと思うんですけれども、まあ、こういったものが、これは通信プロトコルと呼ばれているもので、アプリケーション層の HTTP だの FTP だのという通信プロトコルを、まあ、指定してあげて、で稀にこのちょっと下の階層の TCP のポート何番を使いますよみたいな指定しなきゃいけない時があったり、あと、機械をつなぐ時にはこの IP アドレスというのを振ってあげないといけないんですけれども、まあ、このあたりですね、ここから上あたりが分かればよくて、まあ、普段使うのはこの、プロトコルの部分、アプリケーションの層ということになります。まあ、それぞれ詳細ご覧になりたければ、このあたりをリンクたどっていただければ Wikipedia に飛びます。で、我々がよく使う通信プロトコルとしては、こんなもん、まあ、通信プロトコルいろいろあるんですけれども、まあ、こんなもんかなというところですね。で、HTTP というのは、これはハイパーテキストトランスファープロトコルというやつで、皆さんもちろんご存知の通り、これですね、これはまさにこれ今上前が省略されちゃってますけれども、この、JA Wikipedia ORG とかにつなぐ時の前に HTTP コロンスラッシュスラッシュって入れると思うんですけれども、これが、ウェブの通信をするものがこの HTTP になります。で、ファイルを通信、これはテキストとかですね、まあ、デジタルコンテンツを通信するための、プロトコルですけれども、ファイルをやり取りするときには、まあ、昔からよく使われてたのが FTP ファイルトランスファープロトコルというやつになります。でこれは、まあ、ファイルを、遠隔地と送受信するときに使う転送プロトコルになります。で、SSH というのはこれはセキュアシェルと呼んでまして、まあ、認証を含む全てのネットワーク上の通信を暗号化しまして安全に通信するためのプロトコルです。で、まあ、わざわざそう言ってるということは、この FTP とか HTTP というやつは安全じゃないわけですね。暗号化されていないので、ネットワークの途中で人に見られる、恐れがあります。で、
まあ、それを回避する、ネットワーク上の通信を暗号化するときにはこの SSH というのを使います。で、SFTP というのはこの SSH ファイルトランスファープロトコルというやつで、この SSH の機構を利用しまして安全に暗号化してファイルを転送するプロトコルがこの SFTP になります。で、SMTP とか POP というのはこれは電子メールの送受信に使うプロトコルですね。これも暗号化しなければ素で見えてしまいますので、あんまり人に見られては困るものをメールで送るというのはよろしくないわけです。で、遺伝研ではですね、メールのサーバーとして Gmail を使ってまして、それ入れるときにはもうだいぶ吸ったもん出しまして、そんな外に出しちゃっていいのか安全なのかみたいな話が、あったんですけれども、電子メールっていうのは、まあ、信書ではなくてですね、はがきです。で、封筒に入ってるものを封筒を開けて中の手紙見たらそれは犯罪なんですけれども、そういうものではなくて電子メールっていうのははがきだと思っていただければ結構だと思います。郵便配達している方であるとか、郵便一局の中で仕分けしている方が振って裏を見たら見えるものが電子メールです。ですから、電子メールに基本的に裏を返したら見られたら困るようなものを入れては、いけないわけです。これはちょっと余談なんですけれども、例えば、遺伝研のまた遺伝研の話になりますが、遺伝研のスーパーコンピューターの場合にはじゃあファイルの転送はどうするのかっていうと、この左ペインのファイル転送方法というところに、ここのスーパーコンピューターに皆さんが、NGS で解析したデータみたいなのを送りたい場合にじゃあどういうプロトコルを使うのかっていうのが、書いてあります。で、基本的には通信はもう SSH で暗号化するというのが、まあ今時のファイル転送法になります。昔の FTP みたいな素で送っちゃうものは使わなくて SSH で暗号化したやり方をします。で、これはファイルの転送じゃなくてログインのところですね。まあ、せっかくなんで時間があるんでログインとこからやっちゃおうと思いますけれども、スパコンを使うときには、まあ、Windows では、まあ、テラタームみたいなフリーのターミナルソフトを入れていただいて、 Mac が、まあ、ターミナルというのを、起動していただければ結構です。このターミナルというのがアプリケーション、アプリケーションのユーティリティかなんかの中にありますので、まあ、これをドックの中に入れておくと、まあ、今後便利かと思いますが、まあ、ターミナル開いてあげて、で SSH というセキュアシェルという暗号化された通信経路で、セッションを開始します。で、ゲートウェイ DDB ジェニウェイ CJP というところにですね、 GW DDB ジェニウェイ CJP というところに SSH でつないでいただくと。で、Windows の場合も、SSH というものを使うという指定をしていただいて、このホストにつないでいただければよいと。で、スパコンのアカウントを持っていればですね、パスワードを聞かれますので、パスワードを入れてあげると、まあ、ゲートウェイに入れると、まあ、これだけです。で、まだこれゲートウェイというのはこれ玄関先なんで、もう一手間ですね、計算するノードにログインをする、 Q ログインというのを同じ手順で、ログインする必要があるんですが、まあ、これは同じようなことなんで、省略します。で、まあ、こういう感じで皆さんのお手元のマシンからですね、スパコンにログインすることができます。で、この上でいろいろスクリプトを走らせたりすることもできます。で、ファイルをどうやってじゃあスパコンに送るかっていうと SFTP を使います。まあ、先ほどのセキュアな暗号化してデータを送る FTP ですね。で、普通の FTP だとセキュアではないので SFTP を使うのがデフォルトになっています。で、ゲートウェイサーバー、先ほどの玄関口のサーバーですね、ゲートウェイ DDB ジェニウェイ CJP に対して SFTP でつなぐことができます。まあ、先ほどと同じようにターミナルで SFTP なんとか、ゲートウェイ DDB ジェニウェイ CJP と打ってあげてそこから送るか、またはサイバーダックみたいなですね、これは専用クライアント、ファイルを転送するための専用クライアントです。まあ、このサイバーダック、あれなんか違うとこ行っちゃったな。
サイバーダックでググってあげれば、まあ、出てきますけれども、FTP とか SFTP とかを使って、ファイルをやり取りするためのツールですけれども、まあ、こんな感じのものですね。アヒルさんの、アイコンがついておりますが、これを使うと、まあ、ファインダーでですね、あのファイルを掴んでホイッと、転送先の、にドラッグアンドドロップすると、まあ、ファイル転送ができますので、まあ、これを使うと、まあ、非常に簡単にファイル転送ができます。で、まあ、もちろんあの今このコースでコマンドの使い方というのを学んでいきますので、このコマンドを使って、get だの put だのというコマンドを使ってあのファイルを送るということも、そんなに難しくありません。まあ、この、SFTP というものを使って、ファイルセキュアファイルトランスファープロトコルというものを使って、やり取りができます。でもう一つあの遺伝系のスパコンではですね、アスペラというですね、あの売られているソフトウェア、購入したソフトウェアを使ってファイル転送することもできます。で、アスペラというのは何をやるかというと、インターネットの帯域を使い倒してですね、大量のファイルを高速に転送するための、商用ソフトです。で、これを用いたファイル転送は専用のクライアントが必要で、ただ皆さんは買う必要がありません。遺伝研のスパコンのサイトから落としていただければよくて、 Windows や Mac や Linux で、使うことができます。でもちろんデータの暗号化にも対応しておりますので、まあ、セキュアに接続ができるというあのツールがあります。でこれはあの遺伝研のデータをダウンロードしてきて、お使いになるときにもこの、アスペラというのは使えまして、で我々は DRA ですね、 DDBJ シーケンスリードアーカイブというアーカイブを提供しています。で、これはあの NGS のデータをアーカイブしていて、アーカイブしておいて皆さんが再利用できるように、提供するサービスです。で、これを使えばですね、皆さんがご自身で NGS で解析しなくても、あの公開されているデータの中にですね、皆さんが使いたいデータがあればダウンロードしてきて NGS 解析を自分の手元あるいはまあ遺伝系のスパコンで行うことができますので、まあ、ちょっとご紹介をしたいと思います。で DDBJ センターではいろいろなデータベースを運用しておりまして、まあ、古典的なあの配列のデータベースとしては皆さんご覧になったことがあると思うんですが、 DDBJ というデータベースがあります。まあ、これはジェンバンクとの日本のカウンターパートだと考えていただければいいです。塩基配列とそこについているアノテーションみたいなものが登録されている、データベースですね。で DDBJ でブラストをかけたりしますと、まあ、これを対象に、あるいはこれのアミノ酸だけを引っ張り出したものを対象にかけることができます。で DRA というものがありまして、これはあの NGS の配列そのもの、リードそのものをバルクで登録していたり、あとはアライメントしたものを登録する、システムになります。でまあ、こういったあの、まあ、解析済みのファイルと、それから、まあ、あの生に近いデータのファイルを登録する、まあ、それぞれ DDBJ、DRA というデータベースがありまして、それらをプロジェクト単位あるいはサンプル単位で束ねているデータベースがバイオプロジェクト、バイオサンプルというものがあります。でその他に、まあ、アクセス制限がある JGA というですね、まあ、人のデータ、個人の遺伝型と表現型を収めるデータベースなんかもありますが、これは、まあNBDC と一緒にやってまして、アクセス制限がかかったものになります。で、まあ、この部分は、まあ、オープンではないんですけれども、まあ、申請していただいて OK なら使えるという部分ですが、こちらの DDBJ と DRA の部分は完全にオープンなアクセスになっています。で DRA というのは、この NCBI の SRA、まあ、ヨーロッパの ERA のカウンターパートでありまして、新型シーケンサーが出てきたですね、NGS が出てきたときにそのデータをアーカイブするために2007年に NCBI が始めたものです。で、2007年に始めた頃はですね、リード NGS のリードってすごく短かったんですね。イルミナーで32ベースとかだったんで、ショートリードアーカイブと呼んでました我々は。で今でもお年を召した方はショートリードアーカイブと呼ぶことがありますが、これは今そんなに NGS から出てくるデータはショートじゃないんで、シーケンスリードアーカイブという名前に変わっています。でこれをショートリードアーカイブと呼ぶかどうかで、ちょっとあの NGS 初期の頃からやってる人かどうかっていうちょっと区別がつきますね。で、
2007年に NCBI が始めまして、DDBJ と ENA では2008年に、それに続く2008年に開始しまして、今この3カ所で、やっています。でデータ量というのは非常に莫大なものに、ね、なってきていまして、まあ、こちらは古典的な、DDBJ、ENA でジェンバンクのデータベースなんですけれども、アノテーションされたものと、まあ、ホールゲノムショットガンで登録されたものを合わせると大体8200億塩基、30万生物種の8200億塩基が、登録されているわけなんですけれども、こちらの NGS のデータベースですね、 NGS のアーカイブである SRA のデータは今、1000兆塩基入ってます。で 1.4 ペタバイトという大きさですね。まあ、NGS のデータというのはどんどん出てきてまして、まあ、それをどんどんアーカイブして、まあ、提供しておりますので、ぜひ皆さんこれを利用して、ありもののデータを解析して自分の研究に役立てるみたいなことができますので、ぜひお使いください。で DRA のウェブサイトは DRA DDBJ とかで、あるいは SRA DDBJ で検索していただければすぐに出てきますけれども、この Trace DDBJ に USJP DRA というところにあります。で、皆さんが NGS 解析をして論文発表するために登録する情報としてはこの辺にありまして、データが検索できたり、データを取得できたりですね、先ほどの SFTP を使ってデータが取得できたり、あるいはこの上で解析をある程度行うようなシステムも提供しています。で、公開データに関してはこの DRA サーチというものを使うと検索できまして、公開データというのはヨーロッパのものとアメリカのものと共有されていますので、例えば、先ほどのサーチのところを開いていただいてですね、でそこから生物名とかですね、アラビドプシスアリアナとかなんとかで、RNA-seq とかストランスクリプトみたいなもので、調べていって、検索を絞り込んで、最終的にはダウンロードが、FTP とかでできるようになっています。で、ここから、まあ、調べてお手元のマシンバイオリナックスにダウンロードしてきて、で、手元で小さいものであれば手元で計算してみたり、あるいはここから、スパコンに送ってスパコンの上で計算解析するみたいなことができるようになっています。で、ちょっと時間が半端なので解析パイプラインは後でご紹介するとして、まあ、こういった形でですね、NGS で出されたデータというのを皆さんが、うまく再利用できるように検索したり、あるいは解析できるスパコンを提供したり、DDBJ ではやっておりますので、今回学んだ、Linux を使って解析するみたいなのを大規模にやりたいときにはぜひご利用ください。で、まあ、スパコンの利用申請というのは、まあ、今のところ無料でお使いいただけまして、 DDBJ スーパーコンピューターあるいは遺伝研スーパーコンピューターあたりで検索していただければ、出てまいります。ページのこの辺に新規ユーザー登録申請というのがありますので、ユーザー無料ですのでユーザー申請していただいて、まあ、今回覚えた技術というのを非常に大規模なスーパーコンピューターの上でもできるということを活用していただきたいと思います。で、まあ、セキュリティ的なところも、一応話さねばならぬことになっているようなんですが、まあ、今更別にもう皆さん大学とかでですね、セキュリティの、まあ、講習とかはやってると思いますので、まあ、それをちゃんと守っていただければ結構なのかなと思います。で、私、94年に三島にいた時に、遺伝研で実験をしておりまして、で、その当時ちょうどワールドワイドウェブとかいうものがあるというのを聞きつけましてですね、でなんかモザイクとかいうソフトで見れるらしいと、で画像とか公開できるらしいと、データベースが作れる、 CGI とかでインタラクティブに情報提供できるぞとか言って、まあ大興奮しまして、で俺もやるぜってなったわけですね。で、教授室にワークステーションがありまして、学生は触れなかった。でその当時のワークステーションってすごいスペックで、3ELC の25メガのクロックで、 RAM が12メガでハードディスクが250メガで、まあ、この辺今多分ギガになってるんですけれども、こういうスペックのワークステーションがありまして、まあ、こんなモノクロ CRT 一体型の、まあ、懐かしい3が教授室に隠されてまして、まあ、ここで HTTPD を立ち上げてウェブサイトを作りたい。ただ、まあ、
まあ、教授室に隠されているのでルートのパスワードがわからないので、早朝忍び込みましてソーシャルクラッキングをしまして、ソーシャルクラッキングというのは力技でクラックするわけじゃなくてですね、そこら辺にきっとパスワードが書いてあるというのをの頼りにですね、どっかにパスワードがあるのを探すというやり方なんですけれども、まあ、クラックできましてですね、無断で HTTPD を導入しまして、いきなり世界に情報を発信しまして、これはまあ遺伝研とか DDBJ のホームページができるより前に勝手に自分のラボのホームページを立ち上げました。で、まあ、教訓としてはキーボードの裏にパスワードを貼るとセキュリティ上よろしくない、まあ、それだけの話なんですけれどもね、分かりやすいパスワードを設定したり、キーボードの裏に貼っといたりはしないようにしてくださいねって、まあ、それだけのメッセージです。で、あまりにも早くサクサク終わっちゃったんで、ちょっと、まだあれですかね、導入って終わってます？まだ終わってない。はい、じゃあちょっとおまけの話をします。で、このカリキュラムではちょっと触れるつもりはなかったんですが、時間があるのでちょっと導入の時間潰しに、ここでご紹介したいと思います。で、我々このコースでは皆さんそのコマンドラインを打っていただいて、自分で、解析できるようにというのが、まあ、目標なので、これはあまりとりあえずいらないかもしれないんですが、皆さんの周りの方でそのコマンドラインとか打ちたくないよとか困ってるっていう方がいらっしゃいましたら、解析のパイプラインも提供しております。で、これは DDBJ パイプラインとかでググっていただければ出てくると思いますし、先ほどの SRA ですね、 DDBJ SRA とかで Google 検索していただければ出てくるこのページの中にですね、パイプライン、シーケンスリードアーカイブのパイプラインっていうのがあります。で、こいつを使っていただきますと、ウェブ上でポチポチとですね、グラフィカルユーザーインターフェースでコマンドライン叩かなくてもある程度の解析ができるように作り込んであります。で、よく使われる解析用のソフトウェアですね、まあ、ブラッドマーク、BWA、ソープ、防体、防体2とかですね、トップハットとか、あるいはアセンブラはベルベットであるとか、まあ、プラタナスであるとかですね、東工大で作られた非常にパフォーマンスの高いプラタナスみたいなアセンブラも、一通り有名どころは用意しています。で、それからマッピングする場合には、まあ、当然比較対象となるゲノムが必要になるわけですが、それはプリセットしているものがあります。例えば、アラビドプシスであればテア8、9、10があったりですね、何が入れたかな、アラビドプシスのオリザサ、あとイネのジャポニカとインディカ、それからトウモロコシ、ソルガム、ヒトマウス、パンテナだっけ、でシエレガンスで、ゼノパス、これはメダカですかね、はい、で、あとはトマトで、サクロマイセステルビジェみたいなものがあります。まあ、こういったものをプリセットしてまして、あとバージョンいくつかですね、オリザサティバであれば IRGSP のいくつかのセットとか、タイガーのいくつかのセットであるとか、人であれば、まあ、HG のセットと NCBI のセットみたいなものを用意しておりますので、それを選んでいただいて、で、DRA のサイトから配列を持ってきてここでマッピングしてみるとかですね、あるいは自分がやった NGS の配列をここにまた、アップロードですねして、マッピングするみたいなことができます。で、まだちょっと時間かかるかな。そしたらちょっと流れだけ、まあ、紙芝居的になっちゃうんですがご紹介します。で、この PDDBJ に USJP、 さっき のパイプラインのタブを叩いていただきますとこのページが出てきますので、まあ、もし今ネットワークつながってて退屈だみたいな方はここを開いていただいても結構です。で、ゲストとしてログインするにはまあ、やり方の一連の流れを見るためにこのゲストログインというのを用意してまして、これではランはできないんですが、どういう流れかっていうのを見ることができますので、今開いている方はぜひここでゲストログインアズゲストを叩いてみてください。で、そうするとログインしますとまずこういう画面が出てまいりまして、で、先ほど出てきました FTP ですね、ファイルトランスファープロトコルで自分のデータをアップロードできたり、まあ、あるいは HTTP でもアップロードできます。これはハイパーテキストトランスファープロトコルですね、まあ、これちょっと一応無理やりネットワークの話にしてみたりしてるんですけれども、まあ、こういうアップロードができたり、あるいは自分の、アップロードした配列はここのプライベート DRA エントリーというところに出てきます。
で、あるいはこのインポートパブリック DRA のタブからはアクセッション番号を指定してあげますと DDBJ の SRA から、ここに、自動的にアップロードされます。で、自分の手元に一旦落としてきてここにアップロードするみたいなことは必要なくてですね、DDBJ の遺伝系のスパコンの中で、インポートされますので、これとっても楽です。まあ、こういうやり方で、データを、このパイプラインの中にセットしていただきまして、FTP でアップロード可能ですし、公開データをここにアクセッションナンバーを入れることでインポートすることもできます。で、インポートしたデータはこのプライベート DRA エントリーというところに出てきまして、で、このゲストのアカウントで入っていただくと多分ここに見えているのがあると思うんですが、納豆菌の公開データですね。これは、記念すべき DRX000001、 我々が SRA を始めて最初に登録された、データですけれども、納豆菌の公開データがインポートされています。で、じゃあ試しにこれで処理系を見てみましょうということで、ここにチェックしていただいて、で、 NEXT を押していただきますと、どういうツールを使って何をしますかっていうページが出てきます。で、リファレンスのゲノムにマップするのであれば、ここをクリックしていただいて、どれかソフトウェアを選んでいただく。で、アセンブリーをするのであれば、こっちを選んでいただいて、で、ソフトウェアを選んでいただくと。で、ここでは試しに、昔懐かしいベルベット、昔懐かしいじゃないですね、今も使ってるベルベットでアセンブルしましょうということで、ベルベットをクリックして、で、 NEXT を押してあげますと、どういう配列セットなのかっていう、配列の形式を選んで次へ行きます。で、セットアズペアエンドを押して NEXT を押してあげますとそうすると、アセンブルするときのベルベットでアセンブルするときのパラメーターが選べます。で、論文見ながらこのパラメーターで行きたいみたいなときはここに入れてあげればいいですし、デフォルトでよければこのまま NEXT 押してあげれば結構です。で、もうあとはこれだけです。で、メールアドレスを入れていただいて、そうするとランボタンが、これは今押さないでって書いてますけど、実はもうあまりにもみんながやってしまうのでゲストではランできなくしました。だからランボタンここにないんですけれども、皆さんがアカウントスパコンにアカウントを取って、で、このパイプラインのアカウントも取っていただければ、ここにランボタンが出てきますので、これでランできます。で、これでベルベットでデフォルト値でアセンブルができまして、で、ジョブの処理状況はここからデノボアセンブリーのところを開いていただければ、自分が流したデータですとビューのボタンが出てきます。で、人が流したものに関しては何も出てこないんですが、自分が流したものであればビューボタンが出てきますので、これを押してあげればアセンブルの結果ですね、5300コンティグができて、4メガぐらいのものができまして、N50 が13キロぐらいの、デフォルト値でざっくりアセンブルしても、このぐらいの結果が出てきます。で、結果のファイルはここからダウンロードしていただける、 FTP でダウンロードしていただけるというものになります。ですので、あんまりいろいろ凝ったことしなくて、ありものの、データでありものの解析をして、どのくらいのものが出るかな、できるかなっていうことをやってみたいのであれば、この、DDBJ のパイプラインを使いになることをお勧めいたします。で、先ほどのDRA サーチという機能を使いますと、サーチができて、で、そのサーチした結果をパイプラインに持ち込むみたいなこともできます。で、例えばさっきの DRA のページのサーチというところですね、これですね、DRA の、DRA の、ページからここのサーチというタブを選んでいただきますと、DRA サーチというこの DRA の検索システムに行きます。で、ここで、キーワードで、何でもいいので、もしご自身のでこれを今開いておられるのであれば、ご自身が興味のあるキーワードで引いてみてください。例えば、アラビドプシスのオルタナティブスプライシングで、取ったデータ NGS のデータってあるのかなみたいな時には、ここにオルタナティブスプライシングアラビドプシスと試しに今入れてみましたが、そうするとメタデータですね、データに関するデータの中に
アラビドプシスでオルタナティブスプライシングと書いてあるようなものがざーっと出てきます。検索できます。でここで、まあ、非常にでかいわけですね。 85.2 ギガベースとかですね、まあ、非常にでかいものがいっぱいあるわけですけれども、この中、まあ、比較的小さい 3.7 ギガぐらいのやつを使おうかなということにしますと、まあ、これを開いてあげて、で、まあ、この辺から FTP とかで、配列がダウンロードできますので、まあ、ご自身のバイオリナックスで解析することも、まあ、これからコースで勉強することを、基本に解析することもできますし、まあ、これをこの、エクスペリメントのナンバーを覚えておいて、これから、パイプラインの方に移ることによって、パイプラインの方にこのデータをインポートすることによって、これを解析することもできます。これですね、データのサブミッションの ID SRA044892 を、が引けたので、じゃあこれをちょっと解析してみようかなっていう時にはですね、ちょっと一応念のため、ご紹介しておきますと、NGS のデータはメタデータがいろいろな形に分かれています。スタディというものがあって、これは研究全体に対して、振られる ID でして、その中に、エクスペリメントというものがいくつか並んでいます。実験条件が違う実験をやった時にはこれがいくつも並んでいることになります。でそれから、生物のサンプルのデータと、ランのデータの下にデータファイル、それ自体が並んでいると。で解析データがある場合には、別に解析のアクセッションナンバーがついています。ですから、まあ、ID がいろいろついてるんですね、 NGS のデータには。で例えば培養細胞で薬剤処理をした直後、それから12時間後、24時間後の転写プロファイル解析をしたみたいなデータがどう収まってるかといいますと、サブミッションにそれが書いてあって、で、まあ、スタディの内容が書いてあって、各処理区の、データがそれぞれ別々の ID がついてこの中に収まってます。で、まあ、サンプルが同じであればサンプルは同じものを指していて、その中にその下にランがぶら下がっていて、0時間に取った、まあ、イルミナかなんかのデータとか、12時間後のデータとか、24時間後の、ランのデータですね、 NGS の解析で、NGS のデータがここにぶら下がっているという、システムになっています。ですので、なんかいろんな形式 の ID が出てきてちょっと面食らうんですけれども、検索なんかをしますとですね、この SRX とかですね、 SRA とか SRS とかですね、まあ、出てくるんですが、まあ、これらはそれぞれ意味のある分類されたメタデータがここに収まっているということになります。で、先ほどのパイプラインに戻りまして、さっき検索した SRA044892 というデータをインポートしたい場合には、ここにそれを入れてあげて、インポートパブリック DRA を選んで、でここにその ID を入れてあげて @mydraentry というのを押してあげれば、しばらくするとこの自分のパイプラインの中にこのデータがロードされます。で、しばらくしてからこのセレクトはメタデータというのを選んであげて、 SRA004489 というのが現れていれば、ここにロードされてますので、タブでここを選んであげるとそのデータがここにポンと入ってきます。で、ジェノムワイドデテクションオブコンテクストセンシティブオルタナティブスプライシングアラビドプシスルーツですね、さっき検索したものがここにデータのセットが入ってます。でここから、どういうデータをこの中に収まっているデータが複数あればどのデータを使うかっていうのを選んであげます。まあ、全部使うんであれば全部チェックしてあげればいいので、でここから、ネクストというのを押してあげますと、さっきと同じで、どういうツールを使いますかっていう画面が出てきます。でここはリファレンスゲノムマッピングで、まあ、傍体2を選んであげて NEXT というのを押してあげますと、ここは配列をどれを使いますかっていうのが出てきますので、コンファームして NEXT をしてあげると。で、どのリファレンスにマッピングしますかって聞いてきますので、これさっきアラビドプシスでしたから、アラビドプシスを選んで、まあ、テアの何番、バージョンを選んであげる。で、NEXT を押してあげますと、もう出来上がり、もう一個あった。オプションを選ぶ、またオプションを入力するページが出てきますので、特になければ、まあ、そのまま NEXT でオプションを入れたければ、オプションを入れると。で、これが最後で、もうメールアドレスを入れて、ランを押してあげれば、マッピングが走ります。
で処理状況はさっきは、デノボアセンブリを見たんですが、こっちのマッピングのところを開いてあげますと、まあ、自分がかけたものに関しては、まあ、ビューボタンが出てきますので、まあ、これを押してあげると、マッピングしたデータっていうのが、出てきますので、ここからダウンロードして、ダウンロードして IGV とかで眺めてあげればいいということになります。まあ、こういう、閉じちゃった、まあ、こういうお手軽簡単なウェブの上でポチポチやってれば処理が終わるような経緯も、これ裏でスパコン使ってて結構早く動きますので、もしお手軽にやってみたいという方は試しにぜひこのパイプラインも使ってみてください。